Teresa。Hello everyone, my name is Teresa and today I want to share with you an important lesson that I learned while taking this program, which is it doesn't matter how good your English is. What matters is having a positive attitude, trying your best, and don't worry about what other people think. My story is about this man named Jose, who is from Brazil, and who Mariko and I met on the 31st day of taking OSL on the patio of the Madison pub. 実はあのその31日目のクラスが終わった後に、その時のクラスの場所がマディソンパブだったんですけど、それが終わった後にマリコさんと2人でそのお店から出ようと歩いてったら、まあ、ある近くに座っていた男の人に話しかけられました。 Picture, picture, please. So I said, you want me to take your picture? No, I don't mind. こう言って、私たちの会話はスタートしました。でその最初の話し方からまずここの人ではないなと、最近移民してきたのか、またはただ旅行できてるだけなのかだと思ったので、 Where are you visiting from? And how long have you been here? と言って話を進めて、 You mind if we take a picture with you? と言って、で一緒に写真を撮ることになりました。そしてそのタイミングでたまたままさくんが近くを通りかかったので、 You might take our picture? と言って彼に写真を撮ってもらいました。でそこから、3人でその彼の話を聞いて、いろんな写真を見せてもらって、で会話を続けました。でその全体的に会話が終わりそうだなという時に、やばい、any chance have a card? と言って彼の名刺をもらいました。そして、まあ、それの日はそれで終わったんですけど、まあ、次の日にその時に撮った写真をメールに添付して彼にメールを送りました。あと、まあ彼がすごいそれを喜んでくれて、でその彼は土曜日まで、その初めて会った日が月曜日だったんですけど、土曜日の朝まで同じホテルにいるから、もし時間があったらまた会いに来て、まあ、そのマディソンホテルにステイしてたみたい でそのまたよかったら来てということだったので、あのブラジルのことを知りたい、でポルトガル語を学びたい、もし時間があったら会えませんかと、また会えないかというメッセージを送りました。で一応木曜日の4時か5時ぐらいにということで連絡をしたんですけど、返事がなくてそのまま木曜日が終わり、まあ、このまま連絡なく終わるかなと思ってたんですけど、突然金曜日の朝に今日の5時に待ってるということを言われたので5時に行ってきました。まあでそれでその後に2人結局、まあ、突然決まったので2人を誘うこともできず一人で行ってきたんですけど、まあ、最初にケンジントンマーケットに行き、でちょっとコーヒーを飲んで、その後すぐにセントアンドリューに行って近くのメキシカン料理の店に入り、そこでいろいろと話をしてポルトガル語を学び、でその後なぜか水族館に行ってきました。しかもなぜか一人で行ってきました。実はその彼は 2,3 日前に自分一人で行ったから、あなた一人で行ってきなさいということで、いや一人だったらいいって言ったんですけど、あまりにももう強引にというか、まあ、せっかくだから楽しんでこようと一人で行ってきました。その二人でいろいろうろうろする過程で、
彼の英語は正直あまりうまくないんです。もうでもとにかくどんどん何かあれば人に話しかけてる。ちょっとでも困れば聞く、ちょっとでも何か気になることがあれば聞くっていう、それができるのが本当にすごいなと。本当にでもその聞かれた相手も実は結構理解できてなくて、結構私がヘルプちゃんとその兄氏から学んだ英語を使って説明をしたり聞いたりもしたんですけど、とにかくその話しかける、相手が何を考えてるかどう思ってるか関係なく話しかけることの大切さをその彼から学ぶことができたなと思います。 So thank you OSL for teaching me how to start conversation and how to start and continue a conversation and for changing my mind about how to learn English. Remember, just ask and don't worry about what other people think. Thank you. On the spot language. What's your story?